犯罪学とは犯罪を科学する学問である。犯罪学は次のいくつかの定義によって分けられる。再協技の犯罪学犯罪原因の科学的究明競技の犯罪学。犯罪者に関して性格や犯罪に至る決定的要因と犯罪の発言との関連性を究明する科学抗議の犯罪学犯罪という社会現象に対応する知識の相対再抗議の 犯罪学犯罪防止、犯罪者処遇、犯罪捜査犯罪生物学において、犯罪現象に対して研究成果が得られたとして、その研究成果を強制処遇の現場に反映させるのは、刑事政策の分野である。したがって、犯罪学の研究においては、近隣諸科学の協力と成果を複合させて考えなければならない。 1969年に刊行された犯罪学の名著、日本の犯罪学は、愛原因、通対策の2冊セットとして、期間ごとの研究成果を、基礎医学的成果、刑事法学的成果に分けまとめる形式をとっている。現在の犯罪学としての主流は、刑事犯罪学派による成果が主流となっている。このような刑事犯罪学派の類似する概念として、刑事学や、 刑事政策などがある。三者の違いについては、日本ではほとんど内容は重複しており、重点の置き方や体系的助術について相違が認められるに過ぎず、厳密には区別されていない。刑事裁判における精神鑑定は、犯罪生物学や司法精神医学の成果が応用されており、主流の立場からは降りたが、実践の場では今なお健在である。 日本の大学教育の場において、犯罪学として開校している。主な大学では、留国大学法学部、同志社大学法学部、早稲田大学法学部、中央大学法学部、明治大学法学部、国学院大学法学部、東京医科歯科大学医学部が知られているが、その講義内容を比較すれば、政策論を主流とするか、強制処遇に主流を置くか、 犯罪の原因論を主流にするか、つまり、大方の大学において開講されている、刑事政策が、犯罪原因論よりは、政策学に重点が置かれているという際があるに、過ぎないわけである。もっとも、犯罪学は、英語のクリミノロジー、刑事学はフランス語のサイエンシズ・ピニャリーズ、刑事政策はドイツ語のクリミナール・ポリックの訳語である、ことに由来し、そこから、 重点の置き方に相違が生じるとする考え方もある。ありがとうございます。